皆さんこんばんは。ただいまより緊急祝言地区医師会長ウェブ会議を行います。今日も広島県では287名の新たな感染者が報告されておりますし、まさに感染爆発が続いています。よく災害級という言葉を言われていますが、まさに災害が起こっている状況、広島県下ではそういった被災状況が起こっていると例えてもいいというほど重大な局面に差し掛かっていると思います。そういったことを踏まえまして、本日は緊急のウェブ会議を開催させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。今日はマスコミにも取材に来ていただいております。それもご了承いただけたらと思います。それでは最初に本日の最もこの会議の冒頭にあたりまして、県民の皆さん、そして、全ての31市区分地区医師会長、そして会員医療機関、医療関係者の皆様、さらには広島県当局行政にも緊急メッセージという形で発出したいと思います。それでは緊急メッセージを読み上げます。まず一番目に、県民の皆様です。現在の感染爆発はまさに大災害級であります。災害時に発出されます避難指示というのがありますけれども、そういった段階に来ていると思います。もう災害は起こっています。被災中であるということが言えます。すなわち今こそ命を守る行動をしていただきたい、この呼びかけが一番です。では命を守る行動とは、やはり、ウイルスに接触しない、人との接触をできるだけ減じるということにつきます。すなわち従来から言われております3密を避け、マスク手洗いの徹底、人との接触機会、特に外出をできるだけ減らす、そういったことが非常に重要です。特に食事、これはですね、まさに同居の家族以外とはしないぐらいのですね、マスクを外す機会を減らしていただきたいと思います。また仕事においてはテレワークを活用していただくということで、不要不急の外出はもちろん、人との接触機会を減らす、ウイルスと接しないということが一番大事です。2番目は予防としてワクチンの徹底です。まだワクチン接種を受けておられない方、1回目2回目ぜひワクチン接種を早期に受けていただきたい。3番目が検査です。もし体調に異変を感じたら、速やかに医療機関に連絡の上受診をいただきまして、抗原検査ないしは PCR 検査等ございます、検査を受けていただくということが大事です。特に風邪症状、熱っぽい、体がだるいと風邪症状には要注意で、こういった異変を感じたら風邪だとは済まさずに、医療機関を受診して検査を受けていただきたい、この3つをお願いいたします。また県下31市区分地区医師会、そして全会員、さらには医療関係者の皆様には、この大災害の中にあって、まさに我々は災害出動をしているわけですし、災害出動を全医療機関全会員が行う必要があると思います。これに準じるということです。従いまして、最初に申し上げた県民への徹底、県民の皆さんに命を守る行動を取るように働きかけていただきたい、さらにそういったことをした上で災害出動に準じた形で引き続きのワクチン接種、抗原検査や PCR 検査等の検査の徹底、さらには現在最も新規患者数が増えて保健所業務が非常に逼迫をしております。従いまして感染患者さんの初期対応や宿泊療養の患者さん、さらには自宅療養の患者さんの診療、特に往診を含めましてオンライン診療も含め、ぜひこういった保健所支援を行っていただきたいと思います。さらには入院病床を各病院力を合わせてできるだけ確保していくと、こういった積極的な協力をお願いいたします。3番目に広島県当局です。やはりもう現在災害が起こっていますから、災害対策を徹底して行っていただきたい。それはやはり
県民への命を守る行動の徹底だと思います。そして入院病床の確保、これが一番大事だと思います。中等症以上重症の方は入院治療、まあ、さらには軽症の場合には宿泊療養施設、それも確保していただきたい。そしていざ病床が逼迫してきた場合には臨時医療施設も必要でしょう。また一時的に酸素ステーションも必要になるかもしれません。こういった設置も検討していただきたい。さらにはワクチン接種を働きかけておりますが、予防にはワクチンですが、そのワクチン量の接種を行う上でのワクチンを確保していただきたい。それをお願いします。まあ、さらには治療ですけども、初期段階では抗体カクテル療法が非常に有効であるということも分かってきておりますし、それが今普及しようとしております。この医薬品の確保をお願いしたい。そしてパルスオキシメーターと、それで低下した場合には酸素濃縮が必要ですので、そういった検査機器と酸素の確保をお願いしたいと思います。まあ、そういった整備をした上で各地域の保健所と各地域の医師会との連携を速やかに行うよう要望いたします。以上、県民の皆さん、医療関係者の皆さん、県行政の皆さんへの要望、これが本日の広島県医師会からの緊急メッセージです。以上です。どうぞよろしくお願いします。まあ、やはりこれだけですね、まあ、災害級の感染爆発を起こしている一番の原因はデルタ株という新たな感染力の強いウイルス量の多い変異株によるものが一番大きいと思います。それがベースにあった上で、やはり人流といいますか人との接触が非常に、このお盆、さらにその前の連休等ですね、夏休みの人の移動がですね、そのウイルスの全国への伝播をいたしましたし、人と人との接触機会が増えたためにこういった感染爆発が起こっていると思います。すみません、追加で4点お願いします。これまで病床の逼迫という点でかなり5月にも厳しい状況がありましたけれども、今は県内これまで過去最大の感染者数を記録している中で、病床という観点から今の状況どういうふうに捉えていらっしゃいますか？はい、すでに入院病床もですね、5割に近づいておりますし、病床は逼迫はもうこの数日このまま感染状況が続けば起こります。また病床のみならず宿泊施設ももっと早くですね、逼迫してしつつありますし、それがために本日ですね、緊急のメッセージを発出しまして、県民の皆さん、さらには医療機関、そして行政に呼びかけたわけです。タイミングでの要請というものを行いましたけれども、このタイミングでの要請というのは県医師会というのはどのように受け止めてますでしょうか？はい、まさにですね、時を得たといいますか、もうこれ以上はもう待てない状況で、湯崎知事も決断されて、緊急事態宣言の適用を要請されましたが、本当にもうこの時期を置いてないと思いますね。私どももそういった危機感を共有しておりますので、本日の緊急メッセージに至っております。現在の感染状況から見ますと、この仮に、このタイミングで緊急事態宣言が発令されたと仮定しますと、大体いつぐらいまでこういった宣言というのは必要だとお考えでしょうか？はい、やはり、今の東京の状況、大阪の状況を見ていますと、これに少し遅れてですね、広島県というのは今までも感染が広がっていますので、そういったことを加味すると最低2週間から4週間、5月いっぱいは必要と考えます。広島ホームテレビの中塚と申します。すみません、
患者数が急増しているにあたって、その受け入れる側の医療機関 の設備 その県行政の要望もありましたが、この急増に対して現状、その設備面は、どのような状況でしょうか。はい、病床数もですね、もうフェーズ4と位置づけまして、現在、増やしてきているんですけれども、それに、もうもっとですね、入院率の方が上がってきておりますので、現在、入院率だらし、入院者数が増えていますから、使用率がどんどん上がって、50% というところですので、これはですね、もう 50% というのが、実は限度なんですね。それは別途だけではなくて、人員の確保が必要ですので、そういったことを考えますと、さらなる病床の確保は必須だと考えます。あ、すみません。あと、先月認証が通った抗体カクテル療法などそういった医薬品の部分というのは、現状、どのような状況でしょうか。はい。これはですね、すでに広島市では、抗体療法を行っております。しかし、これを医療機関でですね、どんどん行うようにという方針になりましたので、目下、その医薬品の確保に努めているところで、現時点ではまだ余裕があるといったところで、まさにそういった抗体カクテル療法を始めるということが大事ですので、その施設をですね、今から広げていくということが、まずやるべきことだと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございます。中国新聞に申します。よろしくお願いします。先ほどのことと関連して、例えば高架圏なんかでは抗体カクテル療法をホテルでやられたりしてたりして、一般の外来の病院でもやれたらいいのにというような部分は上がっていると思うんですけれども、例えばホテルで抗体カクテル療法などをして、その際に医師会の先生方が執務するというようなスキームというのも考えられているのでしょうか。はい、まさにですね、医師会員は診療所が多いわけですけれども、診療所の会員は、そういった宿泊施設で、酸素療法の前、要するに初期ですね、8日間までと言われていますけれども、その時期にカクテル療法を行うということができるようになっていますので、今後はですね、そういった宿泊施設に医師会員が出向いて、カクテル療法を行って重症化を防ぐ、そういった必要があると思いますので、それは今回もですね、呼びかけたというところです。ありがとうございます。もう一つ、酸素ステーションなどの設置について、具体的にこういう場所がいいんだとか、例えばこの医師会館を使えるのではないかとか、具体的なご提案ってありますでしょうか。はい、まだですね、東京でやっと作られたばっかりですし、じゃあ広島県で果たして酸素ステーションが今の時期でいるのかということから検討せねばならないと思います。あくまでも酸素ステーションは、入院までの一時的にもう本当に急場をしのぐという施設ですので、できれば酸素ステーションを設置せずに、自宅か宿泊で、対応できればそれに越したことはありませんので、今のところ従いまして、視野には入れていますが、具体的に場所とかですね、設備、の規模とかは考えていません。ありがとうございます。あ、広島テレビの古江と言います。現在、伊崎知事も今日おっしゃってましたけど、宿泊療養施設がもういっぱいに、このままの状態がいっぱいになって、で今日の時点で利用率が 74.2%、はい、で、その意に反して、この確保されている病床の使用率が 49.3% で、これ以前だと、
これが逆転してたと思うんですけど、確保されている病床率の方が高くて、宿泊療養施設の方がちょっと低かったという状況もあったと思うんですけど、今の感染状況は、少し以前と比べてどういうふうに違ってたりするものなんでしょうか。はい、その通りです。と申しますのは、ワクチン接種が高齢者を中心に行き渡っています。そういったことで、ワクチン接種の未接種者、すなわち感染の主力が10代、20代に移っているわけですね。ですから、そういった方は比較的重症化といいますか、中等症以下、軽症後いいもんですから、そういった方は宿泊療養施設ということで、全体の感染者の若年化によって軽症例が多いもので宿泊施設に収容しているというところです。今までは高齢者が中心でしたので、高齢者の中等症および重症化が非常に率が高いということがありましたので、病床が先に埋まっていったというところです。今お話しあったように若年化が進んでいらっしゃるという状況があると思うんですけど、今懸念されているのは子どもへの、感染だと思うんですけど、そういった状況はどう見ていらっしゃいますか。はい、夏休みが明けまして、実際に学校がですね、始業した場合に、子ども間での感染が非常に危惧されますし、子どもは確かに重症化が率が低いとは言われてますが、今度は子ども間で感染が広がって、子どもから家庭へと、インフルエンザのようなですね、形で社会の中で子どもたちの中で流行っていって、それがまた大人に流行していくということ、さらにはそれが高齢者とかですね、基礎疾患のある方に伝播していくと、感染していくということが非常に今危惧されています。それは非常に問題だと思います。従いまして、現在広島県では休校とかそういった処置は考えておられないのですが、将来的にはですね、そういったことも視野に入れるということは必要だろうと思います。となると、その若年化があって、その今発症されている人が軽症に、ほとんどの軽症の人が多くてですね、でそうなると、先ほど病床の確保というのも増やしていくというのもおっしゃってましたけど、より一層その宿泊療養施設、療養施設なんかを増やすことが重要になってくるんでしょうか。はい、その通りです。従いまして、今回も広島県当局にもお願いをした中に宿泊施設を拡充ということなんですけれども、なかなかですね、これがすぐには、本当に県も努力しておられるんですけれども、確保がすぐスムースにはいかないということがありますので、ではじゃあ自宅療養者が増えていくと思いますね。そこで私たちも医師会員が、自宅療養患者さんは保健所に代わってですね、経過も見る、必要であれば入院も手配するといった保健所支援、保健所業務のですね、私たちは一緒にやっていこうという考えで、今回要望もしたところです。ありがとうございます。はい、NHK の北と言います。ちょっとすみません、理解が追いつかなくて申し訳ないんですけれども、このいろいろフェーズが変わっていく中で、県医師会として今まで一番いい力を入れてやってきたことと、でこういう、やるべきことをやらないといけないことが多岐にわたる中で、この先、当面の間一番力を入れていきたいことっていうのは、ちょっと具体的にいろいろあると思うんですけども、あえて言うならばっていうのを教えてもらっていいですか。はい、特にですね、本日も申し上げたように今宿泊療養者が患者さんが非常に増えてきている。もうそれも逼迫を超えてもうギリギリになっている。そうすると自宅での療養患者さんが非常に増えていくし、そこで見ざるを得ない状況になりますね。従いまして、医師会としては今日も緊急で31四国院医師会長に集まっていただいたのは、その支援をしていくということで、往診、訪問医療、訪問看護、さらにはオンライン診療をですね、拡充して、宿泊療養、さらには自宅療養を支援するというのが一番大きな、これはもう全員で当たろうと、災害出動しようという呼びかけをしたところ。繰り返しになりますが、ということは、その保健所業務の支援を会員の皆さん
がこれまで以上にやっていくっていうあのフェーズにこれからしていきたいっていうことですか。そうです。今から自宅療養患者さんが急増しますから、それに対して保健所ではとても今の状況ではですね、その機能を果たすことができないと考えられます。従いまして医師会として、診療所会員に特に呼びかけて、病院もそうですけども、そういった自宅療養患者さんの支援を行うということを今日呼びかけたのはそういった意味です。毎日新聞の池田と申します。妊婦の、搬送先の受け入れ体制とかの関係でお尋ねです。先日千葉で、赤ちゃんが亡くなった事象を受けて、各、都道府県ですね、あの事故を受けて新たに妊婦の受け入れの病床を確保しようという動きもある都道府県もあるようですけれども、県医師会として、妊婦の受け入れ先の確保ということで今後何か対策とかですね、考えておられることがあれば教えてください。はい、現在、広島県医師会としてもですね、広島県とともに、妊婦の受け入れ、今までもですね、指定病院と持っていますけれども、さらに、システムですね、妊婦を診察した、かかりつけ産婦人科医を含めてですね、そういった連携を深める、さらには引き受け先病院の病床数も増やすということは交渉中です。具体的に何床というのは今把握しておりません。それはなので事故というか、千葉での事案があった後にちょっとさらに確保しようという動きがあるということです。いえ、もう前からですね、それはしておりましたし、なお一層ということはしておりますが、もうずっとこういったのは先進的に取り組んでいます。ありがとうございます。それじゃあよろしいでしょうか。はい、それではこれで終了させていただきます。本日はありがとうございました。